ニュースウェーデンは17世紀の一時期に北アメリカ大西洋岸中部のデラウェア川沿いに作られたスウェーデンの小さな植民地である。その中心は現在のデラウェア州ウィルミントンにあったクリスティーナトリデであり、範囲はデラウェア州、ニュージャージー州及びペンシルベニア州の一部を含んでいた。植民地は1638年3月29日に設立され、 1655年9月15日に、オランダのニューネーデルラントに組み込まれた。開拓者は、スウェーデン人の他に、フィンランド人やドイツ人も多く混じっていた。ニュースウェーデン地図、1650年頃1600年代半ばまでの、スウェーデン国旗17世紀半ばまでに、スウェーデン王国は、バルト帝国としてその領土が最大となり、ヨーロッパの強国に、仲間入りしていた。 この頃のスウェーデンはフィンランドやエストニアの他にロシア、ポーランド、ドイツ及びラトビアの一部も漁していた。スウェーデンはフランスやイギリス商人の手を経ずに農業生産や毛皮交易ができる植民地を作ってその影響力の拡大を目論んだ。スウェーデンやオランダ及びドイツの株主によるニュースウェーデン会社を創設し国王の直居状を与えた。 北、アメリカに、スウェーデンが送った、最初の遠征隊は、1637年遅くに、ヨーテボリ港を出港した。指揮監督を行ったのは、フィンランド出身のスウェーデン人クラス、フレミング提督であった。オランダ人のサミュエル・ブロマートが装備の手配を手伝い、遠征隊の隊長には、ピーター・ミヌイットを指名した。遠征隊員は、フォーゲル・グリップと、 カルマー・ナイケルという2隻の船に分譲し、デラウェア湾に入ったが、そこはすでに、オランダが、所有権主張していた、範囲内にあった。1638年3月遅くにケープメート、ケープ返老ペンを過ぎ、今日では、スウェーデンランディングとして知られる、民家スキルの岩場に闘病した。遠征隊は、今日のウィルミントン市に砦を作り、 スウェーデン城をクリスティーナにちなんでクリスティーナトリデと名付けた。翌年、600人ほどのスウェーデン人とフィンランド人及びスウェーデンに仕える多くのオランダ人とドイツ人がこの地域に入植した。実のところ、ニューネーデルラントがこの地の川と陸地をすでに探検し、領有権主張していたので、この入植は侵入であった。ピーター・ミヌイットが新しく作られたニュースウェーデン。 植民地の初代知事になった。ミヌイットは、元オランダ西インド会社の支配人であり、その当時の支配人、ウィリアム・キーフとの前民者として、デラウェア川の対岸の状況を地質していた。オランダは、川の東側で実績を上げてきたが、西側では、まだ何もしていなかった。ミヌイットは、川の西岸に上陸してその任務を果たし、 土地の先住民族の酋長たちを集めると、カルマー・ナイケルの選出で秘密会議を開き、オランダとの問題を解決する目的で準備した、事項について、酋長たちに署名するよう説得した。酋長たちから購入した土地には、スクーカル・川下流からサウス川西岸が含まれていた。言い換えると、今日のフィラデルフィア、東部ペンシルベニア州、デラウェア州及び、 メリーランド州であった。支配人のキーフとは、スウェーデン人の上陸に反対したが、ミヌイットはオランダが、軍事的に難しい情勢にあることを知っていたので、キーフとの書状を無視した。ミヌイットは1638年をクリスティーナ、鳥出で過ごし、次の任務のために、ストックホルムへの帰路に着いたが、回り道をして、カリブ海に向かい、 タバコを積んで、ヨーロッパに持って帰り利益を得ようと考えた。ミヌイットは、この航海の途中、カリブ海のセントクリストファー島で、ハリケーンにあって死亡した。ニュースウェーデンの初代知事の仕事は、マンズニルソンクリング中尉が代行し、2年後に、スウェーデン本国から次の知事が指名され着任するまで、続けた。ニュースウェーデンとニューネーデルラントとの相対的位置。 1643年、ニュースウェーデン会社はクリスティーナ砦から川沿いに範囲を拡大し今日のニュージャージー州セーラーム近くの北包みにニューエルフスベリ砦を建設した。1654年5月、オランダのカシミア砦が、ニュースウェーデン知事のヨハンライジングが率いる兵士に占領された。守備兵は弾薬を持っていなかったので、砦は交戦なしに奪取され、 トリニティトリデと改名された。この報復のために、オランダの総督、ピーター・ストイフェさんとは1655年夏遅くに、軍隊を動かしてデラウェア川に向かい、即座にトリニティトリデとクリスティーナトリデを占領した。スウェーデン人とフィンランド人開拓者は独自の民兵、宗教、裁判所及び土地を持ってある程度の地方自治を続けた。この状態は、 1664年10月にイギリスがニューネーデルラント植民地を征服するまで続き、1682年にこの地域がウィリアムペンのペンシルベニア直居地に含まれるまでは非公式に継続された。この後の方の期間、移民とその拡張が続けられた。1669年には現在のフィラデルフィアに最初の開拓地とウィタコ砦が建設された。 歴史家の H.A. バートンはニュースウェーデンの大きな意義として植民地がスウェーデン国内にもたらした北アメリカへの強く長く続いた興味だったと言ったアメリカは啓蒙主義と自由主義を標準的に持っているものとみなされ自由スウェーデンの理想になっていた古代スカンジナビア人の理想が外国の影響で腐敗させられたと考えるスウェーデン人は アメリカに対する賞賛が過去のスウェーデンの黄金時代の概念と結びつけられた。新世界におけるこれら字を超えた価値の純正さを回復することがスウェーデン人の基本的命題であり、後にスウェーデン系アメリカ人の命題となった。想像上の黄金時代は需要や理想を変えていくことになったので、 地を超えた価値も時と共に変化し、スウェーデン人の新しい土地に対する概念も変化した。17世紀と18世紀、北アメリカは自精神の権利と宗教的自由を体現していた。19世紀ヨーロッパの政治的動揺の中で、興味の焦点は、アメリカの正直な労苦に対する尊敬の念と、共和生態の美徳に先っていった。 20世紀初期、スウェーデン系アメリカ人の夢は、すべての市民の福祉に責任を持つ理想の社会としての、福祉国家をすら受け入れるようになった。対照的に20世紀後半のアメリカは、究極的な個人主義の象徴と夢になった。アメリカ合衆国へのスウェーデンイーミングは1870年から1910年に、数が増え、特に、ミネソタ州が顕著であり、 合計で100万人以上のスウェーデン人が移民した。ドイツ、アイルランド及びノルウェーを除いてヨーロッパからこれほど高い比率で北、アメリカに移住した国は他にない。知事はクリスティーナトリデで生活したが、唯一ヨハンビョルンソンプリンツ知事はニューヨーテボリトリデで暮らした。ありがとうございます。